上で見たことを誰にも言ってないだろうね。もちろん本当は、先生にも知らん顔してようと思ったんですけど、こういう場合は話し相手が欲しいじゃないですか。いや、いいんだよ、その気持ちが嬉しいね。で、どういう治療なさるの？実は前立腺の全摘をやろうと思ってるんだ。泌尿器科のドクターシーン知ってる？いえ。彼はね、よそでは見合わせる手術を両側の神経を傷つけないで行うんだ。素晴らしい。でも残念ながら彼のような名医にかかっても勃起機能が失われる確率は 25% だ。そうなった場合は適切な勃起を得るためにペニス注入療法、あるいは尿道薬物療法、真空勃起装置、ペニスプロテーゼを用いることになる。でも成功の確率が 75% もあるのは明るい材料ですわ。しかし勃起はしても射精はできなくなる。でも失禁の確率は比較的低いので、おしめや人工活躍菌の世話にならなくても済みそうだよ。じゃあそれでよしとしなきゃ。そうそうよ。でも男として二度ともセックスができなくなるかもしれないのはとても辛いよ。相手は名医だからきっと大丈夫。そうねえアビー、もし僕が、もしだよ、事情が違って普通の健康体だったらオーソドックスな性交法を用いて君にアプローチして、その過程を楽しんだはずなんだ。少なくともそれぐらいのマナーは心得てるつもりだけど、残された時間は少ないんだ。だから僕の立場を理解して。待ってください。ということは、いや、聞いてくれアビー。僕はもうできなくなるので、最後に楽しむのなら君を相手に選びたい。つまり私と寝たいってこと？そうだ。なんて言ったらいいのか、多分光栄なことなんでしょうけど、でもそれはできないわ。そりゃそうだ、わかるよ。悪く取らないで。いいんだ、当然だ、純科学的なアプローチをしたまでだから。でもあとは。何の後？手術で機能が失われなかったら。その時もやっぱりパスする。そうか、やっぱり。電話に出た女性は奥さんだったの？6年は長いからね。6年だなんて信じられないわ。彼と結婚式の招待客をあれこれ言いながら選んでたのがまるで昨日のことみたいに思えるのに。彼も悩んで辛かったろうね。来たのは2回きり。先生がそう言ってた。きっと誓いの言葉から健やかな時もやめる時もを削るつもりだったのよ。そばを離れるなと君は強制できたかな。ありえない奇跡を待って。丈夫にでもなろうかしら。母とは結婚について話したことなかったけど、ジェイソンにプロポーズされたと知ったら大きなトランクを持ち出してね。中には私の結婚のために用意した資料がどっさりよ。あ、すごい、止めて。プレッシャーがかかった？ええ、特別な式にしたいからって。ミシガン湖はどっち？あっち、病院の向こう側から見えるよ。行きましょう。まだ部屋も出ちゃいけないのに。お願い。ダメだ。いいじゃない、先生ってそんなに女に冷たい人？母は湖を見るのが好きだった。なんて綺麗なの。湖は変わりないわね。冷えるから戻ろう。いつもそんなに心配しょ？心配事がいつもたくさんあったから。神のおぼし召し。何が？目覚めたこと。わからない。先生は科学万能派よね。これまでに信心深い人たちが大勢祈っても何の効果もなかったし、懐疑的な人たちが奇跡的に回復した例をいくつも見た。というと全ては運命。今ここでこういう話をできることが僕は嬉しいね。確かに。先生にしつこく尋ねたでしょう、事故のこと。頭に断片だけが蘇ってつながらないの。どんな断片？怖くて震えてる。コーヒーを飲んだことを覚えてるの。そして母の顔とその目がおののいて、そして悲鳴が聞こえたけどラジオの音でかき消されて、ちと笑い声が、大きな笑い声がしたわ。初めは夢を見てるのかと思ったけど、あまりに残酷で鮮明で。座ろう。他に何かあったに違いないわ。それが頭にこびりついて、あの時一体何があったのか。ブレア、あの時何が、真実を知りたい。ブレア。クレメンテ先生。あ、クソ。ちょっといいですか。お前らもこれでストレスを解消しろ。患者を切り刻む代わりに。呼ばなかったことは反省してます。ボネッティは ICU へ行きました。システムを変えなきゃダメだな。プロとしてあるまじき行為でした。看護師が患者を運ぶのは才能の無駄遣い。私の話を聞いてるんですか？聞いてない。いいか君、大腿部の静脈切開は重篤な患者に対する最後の手段で、彼はそこまで言ってなかった。言ってると思いました。そりゃ早とちりだ。
俺もレジデントの時は有頂天だったこともあるが、大事なのは学ぶことだ。俺はそのためにいる。自分ですることも必要です。そりゃお前の意見で、患者は俺にやってほしいと思ってるぞ。はい、正論です。これは正論がどうのこうのじゃない。いいか、俺はお前らレジデントはみんな将来への貴重な投資だと思っているんだ。その利子はお前らが患者を救った時に返ってくる。分かったか。君はぜひ外科を選択しろ。どうしてですか。考えるより切り刻むのが好きだからだ。なんだよ。ゾーイが2号室にいるの。彼女が。ええ、そうよ。ああ、ついでに言っとくけど、彼女14だって。バカ野郎。1990年生まれよ。何？1990年ってほんの10年前じゃない？本当か。そうよ。それで私の計算だと14歳は5年から10年の刑だわ。どこにいるって。診察の2号。さらなるホットニュースは、その思春期前のお相手はクラミジア感染症なの。そんなに若いと知らなかった。まだ歯が生え揃ってない。あなた随分楽しんだでしょ。そんな歳だと知るわけないだろう。寝たり鍵を預けたりする前にお茶でも飲んで話をしたら。相手をいちいち調べるかよ。だから無責任男なのよ。90年。クラミジアの当たり年ね。なんで黙ってた。セックスしすぎの膀胱炎だと思ってたのよ。違う、そうじゃなくて君の歳だよ。聞かないからね。学生だと言ったろ。そうよ。何年だ。中3か。中2。ああ。言ったら嫌われると思ったの。だってそんなの当然だろ。俺は裁判所や刑務所は嫌いだし、中で襲われるのも大嫌いだ。お互いに付き合ってればいいじゃん。襲われる？誰に？はい、クラミジアに効くドキシサイクリンを処方したから、性行為感染症の他の検査も受けなさい。うん、淋病に梅毒に HIV に。分かった、何でもする。事情考えて保護者の同意は必要ないでしょう。よかった。誰がくれたの？俺じゃないよ。他にその容疑者は何人いるんだ？自分だって他にいるでしょ。卵食べないの？じゃあワッフルは？うん？じゃあもらっていこうか。クーギーちゃんが後で食べるって。ちょっとお勘定してください。いや、いらない。さあもう出るよ。行こうと思って。早く絵も持たないと。いや、こっちだよ。行こう。おいで。お前の絵が好きなんだ。だから撮っとこうよ。シドニーはどこだ。傷つけたことは一度もないぞ。違う、それは誤解だ。早くあの子に会わせてくれ。シドニー、悪いことは何もしてない。お前らは誤解してるんだ。あの子は、俺を愛してるんだ。あの子には俺が必要だった。お前ら俺に死んでほしいんだろ。殺してくれた方がマシだ。肺の浸出液の原因が分かりましたよ。シャワーをうんと浴びたんだ。他に言うことがあるでしょう。なんだい。いいですか。サイクロスポリンレベルがゼロです。だからなんだ。薬をちゃんと飲んでない。そうでしょ。薬を飲んでますか。いや。いい心臓なのに自分で悪くしてる。薬代が毎月いくらか知ってるか。え、毎日山ほど飲まされて一月のかかりが4000ドルだぞ。メディケアは。あれを適用されるには貧しくなきゃならん。家や貯金や車を捨てろというのか。え、女房の面倒は誰が見る。あなたが死んだらどうします。きっと喜ぶさ。病院の送り迎えも女房、わしが戻した時の後始末も女房、階段だって一人じゃ失神するので支えてもらうんだ。つまり薬を飲むのを拒否するんですか。そうしたら心不全に陥って死にますよ。わかりました。カーテン3号だ。お好きに。酸素のレベルが落ちて危険だったので呼吸を補佐します。写真ができた。これじゃ低酸素になるわけだ。おい、コバッチュ。ママを説得してやっと取れたの。見ろ、厄介な症状だぞ。ここに間質性浸潤がある。黄色ブドウ球菌か。 MRSA ならバンコマイシンを。白血球を見て。 0.4。 白血球が残ってるなら反対に高いはずだぞ。これは PCB 肺炎だ。免疫抑制の原因はあるか。化学療法かステロイドか。病歴にはない。誰がママに聞く。ケーニングさん、あの息子さんの肺の感染症はいろいろ検査した結果。同意してないわよ。緊急にする必要が生じたんです。
検査の結果、ニューモシシス肺炎だと分かりました。これも免疫システムが機能しない時だけに発症します。 HIV の検査が必要です。それでもしウイルスが見つかれば適切な投薬で、エイズウイルス説を振りかざすの。バイオテクノロジー会社はそれをネタに人を脅して50ドルもする検査で大儲けよね。何です？ネタにって公害や薬害が本当の原因なのに、そ知らぬ顔をしてウイルス説を持ち出してワクチンを売りつけるの。私は診断されて以来50人のドクターに見てもらったけど、みんな同じ HIV がエイズを。あなたも感染を？感染してるんじゃなくて HIV ウイルスをキャリーしてるだけで、いたって健康体よ。 HIV がエイズの原因になることは信じないわ。頭がどうかしてる。14年前に診断されてから風邪一つひいてません。妊娠中に AZT も飲まずに、どうして必要なの？子供がエイズを発症しないようにだよ。かわいそうにスチューは犠牲になるかもしれない。ドクタークレメンテ、 AZT が効く確証はあるの？免疫システムを抑制するだけでしょ。奥さん、あんたはここが腐ってる。俺も製薬会社の御用聞きにはならないへそ曲がりだよ。その点は負けない。ドクター、でも子供が命に関わる病気なのに身勝手な主張で子供の命を危険にさらすなんて、あいつらに負けない大バカ野郎だ。それが原因で自分の子供が死んだら嬉しいのか？ドクター、この患者は僕に任せろ。自分が HIV に感染してるのに子供を守るための手段を何一つ講じないのは母親じゃない。じゃあ一度もスチューイの検査はしてないんですか？してない。パトリシアは？なあ、確かに俺たち楽しかったよ。うまくいってた。でももう終わったんだ。あんたセクシー。ジョディ、なんでお前結婚してることを初めに言ってくれなかったんだ？知ってたくせよ。知らなかったよ。少なくとも初めは。そんなことね、もうどうでもいいの。あんたを思うと頭がどうにかなっちゃうさ。やめろって。君みたいなこと言ってないで、次の飛行機で亭主のところへ帰れ。あいつに見つかったら俺は殺されちまう。正直に言って忘れられる？とっくに忘れた。本当にそう？もう一度って思わない？思わないな、全然。そんなの嘘。絶対私に電話したかったはずよ。冗談じゃないよ。何言ってんの？私のこの声を聞いたらギンギンになるくせに。バカ言ってんじゃないよ。部屋へ走り込んで小坊主可愛がるんでしょ？大坊主だ。そうよね、私がやってあげるわ。イブ、 ありえないわ。クリスマスに。気持ちわかるわ。そうよね、精一杯尽くしてきたのに結果がこれ、ひどすぎる。いいことあるわよ。ないわよ、気休め言わないで。でもあなた実力あるし、どの病院でも欲しがるわ。何、何言ってるの？何言ってるって？彼に捨てられたの。ああ、ちょっと待って、私クビなの？いえ、言ってよ、私クビになるの？ねえ、あんたの陰謀、2時間でロッカーを開けろって言われたわ。クリスマスなのに。くたばっちまえ、自分で勝手に出ていくわよ。恩をあだで返すのね。だらけ切った ER にカツを入れた功労者を、こともあろうにクリスマスイブにクビだって？あんたら最低のやつらよ。興奮しないで。あんた私の後釜を狙ってんでしょ。メリークリスマス言うた。君は産みたいのかい？産まないと。君は産みたいの？いいえ、産みたくない。これはラミナリアというものだ。子宮頸管に入れると液体を吸い取って膨れて子宮の口を広げる。子宮口が広がると胎児が落ちて出るかもしれない。かもしれない。流産の可能性がある。痛いの？少しね。ズキンとするかもしれない。いけないこと。神に相談する医学的な方法だ。もう一度考えてくださいって。ラミナリアを取り出しに来なきゃならないよ。少し痛むだろうけど、それは心配ない。イブプロフェンを飲めば収まるから。私はあなたを母の体内に作る前からあなたを知っていた。生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。エレミヤ書第一章五節。神は塵で人を作り、その鼻に命の息を吹き入れ、人はこうして生きるものとなった。創世記。クリスチャンなの？ママにはなんて。流産だと思うだろう。それでいい。管を抜きました。はい、良くなったんだ。いえ、侵襲性モニターラインを抜いたのは集中治療室に行かなくなったからです。はあ、それだけ良くなったんだ。薬が効いて。そうじゃないんです。良くなってません。じゃあなんで抜いたんだ？良くなってないなら続けて。それはどうしても
患者の収容能力に限界があるからです。収容能力、ベッドやドクターに看護師、結局金だろ。 ICU では一人の患者の治療に1日2万ドルかかります。ではどの患者がその恩恵を受けられるのか、それは重要な苦渋の判断なんです、ドクターの。つまり家内を見捨てたのかね。いえ、もちろん治療は続けて行いますが。しかし1日2万ドルじゃないのか。入院させて抗生物質を投与して、それで十分と言えるのか。当然奥さんにはベストの治療を行います。何がベストだ、ドゥベゴ先生。ベレマさん、何ですか。家内にだ。ああ、こういう意味で言ったんじゃないですよ。 ICU では1日2万ドルかかると言ったね。これは私の全財産の8万7千ドルだ。家内の命を4日間変えるだろ。受け取れません。どうして、現金小切手だと。これは金の問題じゃないですよ。緊急の治療を必要としている患者が他にいるから奥さんは入れないんです。家内を救うにはこの金じゃ足りんっていうのか。申し訳ないけど、私の立場ではどうすることもできません。おい待って、どこへ行って。いや、そうじゃないんです。何をするんだ。落ち着いて、心配いりませんから。私はこんなこと頼んでないぞ。私立のセントラファエロ病院が奥さんの治療を引き受けてくれたんで、そちらに移すんです。 ICU で。そうです、名の通ってる病院で担当医によく話しておきました。誰に払えばいいんだ。それは向こうで。ああ、よかった、感謝するよ。あ、残った時間を大事に使ってください。いい先生だ、忘れんよ。早く行ってください。向こうで面倒な手続きがいろいろと待ってますからね。軍隊に入ったのは医学部へ行くためでしょう。そう、そうだよ。義務は果たしたじゃない。果たしたよ。でもあれだけじゃ足りないんだ。何が足りないの。これはいくら話しても君には分からないことだ。分かるように話してよ。私を納得させたらいいでしょ。向こうで何かが変わったんだ。生きる目的を見つけたというか、迷いが消えたんだ。このまま仲間を見捨てられない。私は見捨てられるの。ねえ、戦う仲間と深い友情が芽生えたのは分かるわ。それはとても尊いことだと思う。それを大事にしたいのなら病院でボランティア活動をすればいいじゃない。全然違うよ。あっちでは戦争をしてるんだよ。みんなはそれを忘れてるけど、僕は忘れられない。僕にとってここの暮らしはまやかしだ。戻らないと。じゃあ私も行くわ、 NGO のボランティアか何かで。君はダメだ。向こうはあまりにも危険すぎる。私には危険すぎて。無茶を言うな。違うの、身勝手な話ね。僕は軍人だぞ、忘れたのか。私の夫であることを忘れないで。私に結婚を申し込んで、私の目を見つめて、僕の妻になってくれ、人生を分かち合おうと神の前で誓ったでしょ。なのにあれは何だったの。ただのお遊び。遊びじゃない、違うよ。僕はもちろん真剣だった。君と一緒に暮らしたい。それだけでもう僕の頭はいっぱいだった。そうしようと努力したのに、ここにはいられないんだ。向こうの出来事を思うと本当に申し訳ない。僕の君への愛に偽りはないよ。愛してるならこんなことしないわ。君だって僕を愛してるなら分かってくれるはずだ。私には分からない。愛してるけどあなたが分からない。呼吸する空気、口にする食べ物、全てはただ一つの脅威の分子を作り出すための手段なんだ。それが ATP、 アデノシン三リン酸だ。これは酸化的リン酸化の最終結果であり、これこそが命の原動力そのもので、なんと7300キロカロリー、1モルで純粋のエネルギーだ。翔君は今何をしてる。ノートを取ってるか、足を組んでるか、咳してる、食べ物の消化中、ボイスメールを聞いてるか。人間の体のありとあらゆる動作、運動、生きてることを示す全ての物事の原動力となっているも、それがすなわちこの ATP だ。君の体重は 70.3 キロです。立って立って。毎日人間の体は81キロの ATP を消費する。彼より多い量なんだ。ところがこの体には 0.22 キロの ATP しかない。それがどうして。リサイクルですか。そうだ、その通り。ありがとう、よろしい。 A プラスだ。リサイクルしないとわずか5分で自分が持っている ATP を使い切ってしまうんだ。人間の体はそれをなんと1日に300回もリサイクルする。もし車なら満タンで24万1000キロも走れることになる。まず電子が陽子をミトコンドリアの膜組織の間の空間に運んでくれる。 ATP 合成酵素は言うならばロータリーエンジンだ。
陽子の流れがシャフトを回し ADP を吸い込んで人体に必要なエネルギーにあふれた新しい ATP を吹き出すんだ。人はその燃料で動く。この頭も、そしてそう、心もだ。今日はこれで終わろう。明日は、ありがとう、明日はデニンガーの第19章の電子の移動について詳しく学ぼう。以上だ。私彼に約束したの、自宅で面倒見るって。本人の希望よ。自分でも信じられないわ。初めは研究の助手だったんだけど、そのうちに、あれは一緒にボストンへ旅行した時だったわ。99年の9月よ、秋、紅葉で綺麗だった。分子生物学のシンポジウムで彼が講演することになって、私はスライドを準備したり出席者に資料を配ったりで、その後彼がやっと休暇を取れてね、ケープコッドへ行ったの。ビーチサイドのホテルだった。そしてセーリングに、あの時は全てがバラ色で甘い香りを放って輝いてた。その数週間後に分かったの。それから神経科医にやってきた。何かあったの？血液検査は異常なし。よかった。 MRI で病変はないので MS ではないし安心した。実は MS ならいいと思ってた。え？筋電図で右手の筋肉の上神経が見つかった。運動ニューロンの病気だ。 ALS だ。何ですって？余命の平均は4年だが、患者の 5% は病気の進行が止まるんだ。40年前に発病して60歳でまだゴルフもできる人がいる。新薬のリブゾールを使うよ。病気の進行を遅くするのに有効らしいんだ。難題が待ち構えてるが、私は新しい治療法に期待してるし、特別サポートチームを作ってくれるそうだ。理学、作業、栄養、言語、病理学、呼吸、各分野の専門家で。私も手伝うわ。君は有能な助手だ。これからますます君が必要になるだろう。それ以外にも全力でこの病気と戦うぞ。私を見てどう思う？何？あなたが見て私はどんな人間？どんなって？いいわ、あなたは女性で、うん、ドクターで母親で友人よ。ありがとう。美人だし、あ、髪は赤くておしゃれで、体の不自由な女。そんな風には思ってない。なぜ？どうしてなの？だってそれが私なのよ。ずっとこの体だったわ。小さい頃からずっとそれで通してきたの。でも私にはそれが普通なのよ。それがハンデとは思ってない。直す必要ないの。この痛みさえなかったら仕事にも影響はないし、息子の世話だってできるので、関節の手術など一度も。手術すれば杖はいらなくなるわ、一生ね。でもそれがそんなに素晴らしいこと？もうこれまでの自分じゃなくなるのよ。私は誰になるの？親にとっては一番辛く悲しい経験です。どうすれば子供を悪から守れるの？それはできません。不可能だ。息子は911以来イスラムというだけで殴られて、テロリスト呼ばわりされて、それからは祈りに没頭するようになって、同じイスラム教徒としか一切付き合わないようになったの。その生き方を姉にも要求して、家の近くに公園があるけど、ブランコに興じる子供たちはみんな同じ子供よ。変わりないわ。ごめんなさい、取り乱して。謝らなくても。自由、そして正義、それを求めてやってきたのに、今日二人の子供を亡くしてしまった。二人ともよ。マヒールは、息子さんは戻ります。私には分かってるの。恐ろしいことが起こったのよ。息子は姉を、家族の名誉を汚す者となじって、愛してるからこそよ。神様、どうかあの子を救ってください。自宅を探すように警察に行ってちょうだい。ナイフはきっと息子の部屋に。神様、息子の魂を救ってください。神聖な名誉のために。そうよ、彼らはそう言ってるけど、名誉などないわ。尊い大切な命を。おはよう、サマンサ。あら、アレックスを起こさないと1週間でも寝ちゃうわ。息子はそうだったが、娘は違った。ニワトリみたいに早起きで。3人は大変だったでしょ。でも子供は可愛いよ。ことに小さい時は反抗もしないしね。綺麗な奥さん。うん、扱いにくい人だった。ガンだ。私を困らせてくれたよ。最後まで
さあ今日は会議会議だ。帰りは6時。それからゲストを迎える。歌でも歌うの？ただの食事会だよ。重役たちと高慢な奥方のヘマトをチェックしないと。いやいや、それは夜でいい。今は元気だ。じゃあ尿の検査だけでも。何、今の尿なら綺麗なサーモン色をしているよ。キレーションが効いてる証拠だわ。水素絵の具を流したみたいに。それは防がなきゃ。 MDS は不治の病だ。治療法はない。注射はパーティーが終わった後でいい。今日は車を使うといい。いえ、私は電車で。使いなさい。それに朝食はハリソンさんに作らせる。朝が一番大事だ、うん、ディナーはキャンセルなさったら。輸血は3週間持つはずなのに。いいえ、必要な状態だわ。ああ、始めたら3時間もかかるよ。ゲストがいる。じゃあ酸素だけでも投与させて。話にならんな。鼻にチューブを差し込んで歌を歌えるか。茶化さないで。すでに貧血状態です。そうか。じゃあ9時に終わらせる。輸血はそれからだ。何のために私を雇ったんですか？これじゃ私はいなくても同じでしょ。雇ったんだから私の言う通りにすればいいんだ。意味がないのならやめます。そうだな。君が言った通り酸素で楽になったよ。上手に歌えました。パーティーでは外してた。その代わり座りっぱなしで聞く側に回ってね。そう、まだ聞く耳を持ってたの。準備ができたら輸血を頼む。アルツハイマーじゃないの？ええ、でも症状に似ているところがあって、このタイプの認知症は急激に進む場合があるの。じゃあ遅い場合もあるのね。おしまいまで聞きなさい。この状態では少々心配ですね。お孫さんの世話に、お食事の支度に。私がする。何でもできるわ。今朝運転したみたいに。ソーシャルサービスがご相談に来ますので、おそらくルーシーちゃんの里子の話が出るでしょう。いやよ、そんなの。そんなこと、いや、絶対にさせないわね。おばあちゃん、ルーシー、車はたまに乗るだけ。ぶつけたのは今日が初めてよ。お薬だってなんだって全部私が知ってる。ルーシー、やめなさい。300ミリを1日2回、ディルチアゼム1日に240ミリ、やめなさい。ラノキシ1日に 0.125ミリ、やめなさい。いや、おばあちゃんと離れたくない。今のままがいいの。ルーシー、ママとパパが亡くなった時、世界が崩れて目の前が真っ暗になったわ。でもね、私たち二人で負けずに頑張って、楽しい思い出をたくさんたくさん一緒に作ったじゃないの。そうでしょね。よく聞きなさい。今のおばあちゃんはボケてなんかいないわ。大事なことをきちんと決められる。そうや。だから言うことを聞いて。ああ、いい子ね。逃げたんじゃないわよ。分かってたわ。おばあちゃんを置いていくわけないもの。犬だって。ルーシー、聞いてちょうだい。これはね、簡単なことじゃ。おばあちゃんの車よ。電車のパス3ヶ月分よ。手軽なイタリア料理、30分で作れる料理、犬の健康食品、ボブ用よ。これは2人用。私たちはやっていけるわ。自信あるの。その代わりソーシャルサービスが週に1回様子を見に行くわよ。在宅介護士は多分毎日行くと思う。簡単に行かないことは知ってる。シティングブルーはカスターに対して勝ち目はなかった。彼は戦士たちにこう言った。死ぬにはいい日だ。これは軍人の心構えとして息子に教えたよ。妻として受け取りなさい。彼が死んだ証拠などいりません。私たちも辛いんだよ。ひどすぎるわ。ひどい。いくらなんでもあんなことを言うなんて。死ぬにはいい日だ。軍人の心構えとして言ったまでだ。お父様が引き止めれば死なずに済んだのに。なのにあなたは進んで送り出したんだわ。何のために。死にに行く、どこが名誉ですか。なぜ送り返したの。あの人を思いとどまらせる簡単な道理を一言言えばよかったのに。お前を愛してる、みんなが愛してると。